おはようございます。一週間で本当に変わりましたね。あと四十秒です。あと四十秒です。超余裕だ。<laughs> もう来ないのかなと。<laughs> 今日も時代じゃ。今日は車が。あ,あ、車あ。デッドデル可愛いなこれな。ミニ。<laughs> ミッキー。ミッキー、ミニ。<laughs> ミッキー。 あ、ミッキーか。でかっ <laughs> <laughs> う。今日、リンケンさんから電話ってまた。<laughs> すごいえよくあるよ、本当に。<laughs> 週に一般に。<laughs> 月 2, 2、3回ぐらいあるな。カラハイ営業しないのかなカラハイはやってんじゃないかな、またスタジオは。九、はい、時、あ、九月。 九月までって言ったから、うん、<coughs> ビッグニュースがあるからって言ってデモ来てたん何でしょう気になるねだから今度サチと遊びに来てねって言った、うん、何のニュースか早く行かないいや,いや俺ちょっと聞いたけどねいいニュースい,、ね、いいニュースじゃないかな本人は興奮してたけど 何ね今、今、話す。はい。リッキー。サーチのレッツ深呼吸。皆様、こんにちは。こんにちは。2月20日、火曜日の6時を回りました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか今日、車混雑してたけど。暑いわ。夏。すごい。 全国的にね、<う>なんか群馬とかも十25.7度とかさ。ああ、暑いね。はあ、でもこの季節がずっと続けば私は何飲むんだもないけどね。<laughs> いや、また冷えるんでしょえー、え。この暑さは3日ぐらいで、うんうん、で、またちょっとね、寒くなるんだ。暑がってくるね。暑いぐらいから寒くなる,る、ね、あ、そう言ってたな、東京もそういうこと言ってた。 あの、だから沖縄も寒くなんか一緒か。もう最後の鍋。あだね、だね。だね、来週は。だから食材俺今日買ってきたからさ。そんな鍋してますかいろいろバージョンすごいよ、俺。何ポン酢つけて食べる派ですかそれは。ああ、水炊きみたいな。うん。それはあまり意識しないね。水炊き風じゃなくて、あの、 まあ、割と多いのは、あの、うん。唐もん系の、やつだね。ああ、キムチ入れてからええ。唐もん、唐もん系ってのね、辛いもの。うん、うでしょ。うん、うそう。どっかに、もう、いろんなの混ぜこぜで入れたりするからさ。ほど。まあ、でも、一回ね、なぶつ作っとけばさ、はい。あの、なんちゅうの、具を食べたら、また別の具材。 追加したりととかかっっていうう感じでず食べれるらそだね最近私もそういう鍋私はもう本当と湯豆腐っていうのが食べてみたくてそれをやってでえっとね宮崎の豚みたいなの売ってたんですよユニオンに美味しそうだなって買ってこれしゃぶしゃぶして食べて最高でしたしゃぶしゃぶ用のね美味しいね宮崎の豚もね美味しい美味しいあポン酢ねうまいポン酢があるんですよやっぱ何ですか 今度、今度あげるよ、一本。ありがとう。これ、沖縄に売ってないやつだけど、この、クラントっての社長が別会社で作ったやつだわけさ。で、これ、あの、試供品としてもらったんだけど、めちゃくちゃうまい。ちょっと興味津々。めっちゃうまい、もう。ポン酢につけて食べるんだけど、豚肉とかね。最高にうまい。 あ、今度、今度持ってくるね。はい。<laughs> <laughs> 来週、来週の、はい、番組で持ってきます。はい、待って来、来週から東京に旅立つので、また、ああ、そうね。の次の週から<だ>いつかな。私、いつ帰るんだっけ。はあ、いや、行く前に持って行ったらじゃあ、向こうで食べたら、ポン酢。そうですかね。うん。いつ、まあ、行く時にね。はい。<laughs> あ、高本さん、こんばんは。こんばんは。 こんばんはっていまだもう本当、明るいのよ。明るいには、明るいね。もう、いよいよね。沖縄の野球のキャンプも大詰めで。めっちゃお客さん来てるね。ねえ。もう、すごいよ。すごかったよ。練習試合から、もう、もうすぐオープン戦かな。そうだよね。この間の日曜日もね、昨日はすごかったね。人、人が、もう本当にいっぱい歩いてた。 ギノワンのほら、昔からの有名な海地下食堂ってあるじゃないですか。あそこもちょっと並んだりとか。<laughs> <laughs> 確かに。あ、J リーグも開幕か。すごいね。うん、スポーツがね。うんうん。いろいろと。この時期始まるんですね。また4月から。うん。 まあ、大谷選手のね、うん、ロジャースの開幕戦とかもめちゃくちゃ注目されてるけど、うんうん、すっごい値段になってんね。倍率もなんか200倍とかって言って、えー、チケットが。そうなんだ、ねうんに。日本からのツアー、JTB がやってるツアーでも、2、うんえー、にに試合見れて1人、 74万だったかな70何万とかってなんでこんな高くな,高くなるの <laughs> これはなんか、えっと、え、こ,こ,う,こうなっちゃうの <laughs> 高くても売れるからじゃないのなんだっけ、昔さ、うん、あの、誰々のコンサート行きます。うん、ああ、行きたかったなーっていう人がほら、外で、 1>, 1万円だけど5万円で売るよっていう人たち、うん。ダフや、ダフや。あれど違う。<laughs> あれ違う。今、ダフやもうめっちゃ、あれだよ、取り締まりとか厳しいよ。でしょうね。うん、昔は本当にいたんだよね、なんか。もう、うんあ。だから、あのー、なんちゅうのジャニーズのさ、はい、コンサートのチケット大量に買って、うんうん、で、それをもう3倍、5倍、10倍の値段でね。 ね、そのダフういこともありましたよね。<の>今はさすがにないんじゃないですかかなりあの取り締まりが厳しくなってて野球の、まあ、チケットもそうなんだけどジャイアンツ戦なんかも な何ちゅうの横浜スタジアムとか、はい、ベイスターズ対ジャイアンツの試合行ったら、うんうん、ダフ屋とかいたもんね、昔は。うんうんうん、怪しい人がね、流行<ー><ー>も怪しいよね。そうそうそう。<laughs> だから、ああいうのが、<laughs> うんうん、まあ、暴力団の資金源になってたりとかね。ああ、そうだったんだね、えー。なってたからな怖いね。今は、うん、ああいう、ああいうなんか、ね、八九三の人たちは何で <laughs> しのいでんのかね。<laughs> まあ、ギリギリ遠く。<laughs> はい、そうだよね。まあ、興味は、興味はないけど。だから、あれ、あの、言葉もね、うん、あの、しのぎっていうあ、ね、言葉使ってたからね。ね。 <laughs> うん、そうなんだよ。今はもう大変なんだよ。だから、893の人たちも、<laughs> いね、生きるのは死なんだよね。ね<え>だから、廃業する人たちもいっぱいいたんでしょ、うん、あの、防体法とかさ、いろいろ厳しくなったから、もう自分たちは、あの、何ちうの部屋も借りれない。 はいはい。もう何るにしても不便だからってって、うんうん、もう893を廃業みたいな感じで <laughs> <laughs> みんなじゃあ頭の人たちはちゃんとした食、そう,そうそうそう、あの、やってるんでしょうね。なんかもう、まともに飲食店やったりとかね。うん。そんな感じで、ね、あの、大変だよ。ユー YouTuber やってる方もいますからね。あ、そうなんだね。いるよ、いるいるすごいすごい。うん、沖縄でも有名な人いるじゃんね。あ、そうなのうっつでしょ、あの、指が。 指が4、5本ぐらいない、あの、ああ、あの、居酒屋やってるさ。あの人そういう人だったんだね。あの人は、あの人はもうね、塀の中にも何回も行っててね、有名な人なんだけど。でも、ああやって、ちゃんと、今はね、敵としてね、ちゃんと真面目に商売してて、なおかつ、昔のそういうこと、 時の自分の経験を、あの、やっぱりこう、青少年とかさ、そういう人たちに、こうやっちゃったら、こうなるよ、みたいなね、そういう教えをね、やってて。大切なことだけを教えて。うん。ああいう経験者が言うからこそ、すごいこう、説得力があるんで、また。聞いてみよう。自分みたいになるよ、と思ってね。

はい。いろいろね。はい。話していきたいなと思いますので、はい、1>, 1時間お付き合いお願いします。はい、FM 技のワンレッツ深呼吸、この放送は、アソザンの天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな梅、サンゴ畑の提供でお送りいたします。あ、電、電話、なりっぱなし。ま <laughs> あ <laughs> ま、おってから、まあ、はい。 これ、ひふみさんもなんかいろいろ、うん、あの、FM でやってたない今日ね。ひふみさんからの。うん、そう。ん何やってたのな,なんだっけな何の番組だ結構でもいろんな番組に、うん、あの、送ってるよ、いろいろ。コメント、うんうん。有名だもんな。超有名。 メッセージで、はい、あ,あまり見ない名前コシーさんあコシーさん、うん、こんにちは<う>宮崎の人も豚肉よく食べるお そうだよね。あ、宮崎から聞いてるって嬉しい。宮崎もね、あれで本当に美味しいのいっぱいあるしさ。ね行ってみたいところだな、宮崎。なんか沖縄食とか近そうなイメージ。ねえ。だって、マンゴー有名ですし。マンゴー、沖縄より美味しいんでしょあ、そんなこと言っちゃダメだ宮崎だったあの、太陽のなんとかだった 聞いたことあるそれ高いよね、うん、ブランド貸してますか 1>,、うん、1万円ぐらいするよなうんああ宮崎から聞いてますコシさん、うん、宮崎も海がね、えー、綺麗でねうん鹿児島宮崎ほんと味しいのいっぱいあの鳥もね有名だもんね鳥料理とか確かにそうだった、うん 九州でまだ行ったことないのは鹿児島宮崎ですね。あ,あそうなんだ。鹿児島と鹿児島行ってないな。俺は全部行ってるね。宮崎は行ってないな。熊本大分そう全部行ってんね。え結構細かく行ってるんですか？いや俺47都道府県。いやいやいや実際47は行ってないけど、うん、いや行ってないところも多いよ。うん。うん。 岡山とかも行ってないし、鳥取も行ってないし、鳥取砂丘の鳥取、うん。行ってないとこ割と多いんじゃないかな。うん、和歌山県も行ってないし。まあ、和歌山県ね、うん、なんか、すごいいい場所が、大自然のこ、なんてパワーがもらえるような場所がいっぱいあるって言うけどね、テレビで。うーんえー、あとな、四国で行った、行ってみたいところが。 四国もまあまあ行ったの愛媛徳島香川行ったねそのあと1個んだっけそのあと1個が思い出せない徳島香川高知あそう高知か高知行ってみたいんだ高知がまだ行ったんですうん陸場の遠征で香川とか行ったことある 俺は高校のインターハイで、愛媛の宇和島で、あの、インターハイ、会場だったわけさ。宇和島って超田舎だよ。うん、あの、闘牛とか、うん、あの、まあ、真珠の養殖とかね、そういったの盛んなんだけど、うん、本当にもう、あの、なんかな、鈍行列車でさ、うん、愛媛から、 えー、こんなになん走るんだって左側は山で、うん、右は川がバーって流れてるわけよ一両あ一両編集じゃないけどこう,もう<ー>単線でええー、こんなどかだなと思いながら行って、えー、夏のインターハイだったけど、うん、山から降りてくるこの冷たい空気があの気持ちよくてさ朝晩はちょっと冷えてたような感じだけど <laughs> <laughs> あんな田で、ね、<laughs> まあ 愛媛インターハイだったけどさ、うんうん、本会場がもう、愛媛の松山とか、うん、あの辺の陸上競技場で、まあ開会式とかやったんだけど、その競技の会場がもう、愛媛県のあちこちにばらけってたから、うん、俺たちはもう端っこの田舎の方。<laughs> 宇和島ま。まあでも、うん、面白かったよ、うんまあ。そういう時ってすごくテンション上がってますから。 うん。もね、僕もだから香川行ったときは西日本大会で陸上の大学生の時行ったんですけど、うん、あの打ち上げがあの行った入った居酒屋がプレミアムモルツ飲み放題の店で。ええ、うん。あめっちゃいいっ,つって当時はプレミアムモルツって。<え><僕>お酒を飲めるとき飲めるとき。大学三年とか四年とかだったんでう。 めちゃくちゃテンション上がってみんなで飲みまくってたんですけど陸上部じゃないですか沖縄から来てるじゃないですかとんでもない量の多んです飲み方がする向こうのお店の人めっちゃびっくりしたんじゃないかなしかもねテンション曲がってるし一回香川でそういう感じで陸上遠征なんて飲み会した時にっと来るの遅いって同級生が切れてあのーもう終盤ですよ飲み会の終盤で 瓶、大瓶、二木ス持ってこいって言い出して。<laughs> こいつ先に潰れるんです。嫌 <laughs> なやつ。ね、<laughs> 一緒には飲みたくないタイプ。だね。うん、だからもう、もう7、7杯以上飲んでるのに、大瓶に3本潰しますから。これ、大人ってないけど、CM は今。CM は大人じゃないですよ。ああ、そっか。いやいやいや。あっ、秀樹さん お、<え>新しい名前だ。こんばんは。うん、いやね、皆さん深呼吸やってますかね。忘れてないですか、深呼吸。いや、今日あの定期検診に行ったんだけどさ、もう先生にしょっちゅう怒られてるよ。<laughs> うんうん、なんか何かが数値が高いと<笑><笑>、うん。いやいや、数値はまあまあだったんだけど。うん あの体重を落とさないと、とかさ。で、俺の Facebook も見たらしい、最近の。美味しいのばっかり食べて、みたいな感じです。あんなジョッキで飲んだらダメだよ、とか。見たよ、とかって言って。じゃあ、マイク開けますかはい。はい、どうも、レッツシコキをお届けしてます。ねはい、もう先日はね、この3名で飲み行って、 うん、めっちゃ楽しかったなぁ。うん、楽しかったね。ペンンりまっくん、ありがとうございました。もう、いやいや。あ宮、宮里休範のあっちゃんさんも、<laughs> サーチありがとうね。もうなんかサーチを引き寄せるのパワーがすごいねって言って、いや、そうじゃない。<laughs> とは思うけど、と思って。やっぱり出会う人たちとは、どんな形でもまた出会うんだなっていうのは、<ー>はい。<laughs> だからさ、あのー、なんちゅうかな、人付き合いっていうのを、うん、人付き合い。ちゃんと大切にしとかないとさ、うんいね、はいはい。例えば、うん、あの、まあ、俺とか、サチとか、ギャン君と、うんうん、もう、いくらこの、いい顔して仲良くしてても、はい、うん。共通の知り合いが、うん。あの、もし、俺が変なことしてたら、うん。え あの人と知り合いなのみたいになると、うんうん、ショックじゃないう <laughs> もう。だから知らない人でも、うん、こうやって今回、あの、三人が別々で繋がってて、はい、で、ああやって飲んであ、ああいう風に喜んでもらうとさ、うんうん、めっちゃ嬉しいしさ、ね、あいいお付き合いしててよかったねって思う、も思うし、はい、だからなんていうかな、あの、最近さ、いろんな、 朝のクラブハウスとか、うんはい、いろんなところで、こう、あの、様々ままな人生経験豊富な人とか、その成功者の話をね、うん、聞くとさ、もう、なんていうかな、少ない人数、人生の中でね、うん、もう40年、50年、60年って生きていく上で、うん、もう限られたい人たちと深く付き合うよりは、あの、もう多くの人と、あの、浅くでも、 いい付き合いしてた方が、うん、あの、なんていうかな、なんかのこのビジネスにおいても、はい。あの、紹介もらえたりとか、繋がったりとか、うん、人生が、あの、豊かになってね。輝く人生になるいうこと確。確かにそうですね。うん、あの、もう俺の周りにもいるけど、うん、ずっとずっと幼馴染みとしか、うん、あの、つるまない人がいるわけよ。いるよ、私の周りにも。もう、50ぐらいになってんだけどね。うん そういう人たちいるよね。もったいないと思うわけよ、俺。もったいない。えー、この世界しか知らないのみたいなさ。うん、だってあの、沖縄の昔からのあれな、歴史をたどるとそうなのかなって思ったりする時もある。サチとかは、特にまた、あの、うん、ミュージシャンだし、はい。あのい、普通の人以上にさ、うん、多くの人立ってるじゃん。はいだ。だいたい一般の人平均したらさ、うん、はい。あの これ世界的な統計か日本だけか分からんけど、大体、はい、いい人生生まれて、いろいろ、まあ小学校、中学校とか友達とかできてくるじゃん。はい、あの、こう、出会う人数っていうのが、大体、うん、いい平均してあの、うん、一生出会う人たちって3万人ぐらいだし、うん出会うっていうのは、うんまあ で、この会話をしたりとか、うんはい、ある程度の認識があるっていう人数で、3万人ぐらいらしいんだけど、まあまあも,もちろんあのね、はい、サーチみたいにミュージシャンやってたらもうもっと一般の人よりも,もう倍以上だと思うんだけどさ、やっぱその中で、あれだよ、今人口、世界の人口がえっと8十億人ぐらいでしょ、はい、?80 億人ぐらいで、うん、人生で出会うって3万人でよ、たったの。う 0.0何パーセントかさね。それで自分の人生が豊かだったかとか、不幸だったかとか、<laughs> まあ、すべていい人と出会うっては限らないし、うん、それで人生決まるわけじゃない。うん、そう考えると、一つ一つの出会いって大切だよね。確かに大,大切だな。はいうん、そう思います。自分を笑わしてくれたりとか、うん。ねえ <laughs> もうあ。ありがとうって思うよね。 人生がこう輝くっていう、こういう出会いとか、つながりっていうのが、絶対大切だなって、ねうん、あの瞬間でも本当に思ったね、俺。いや、もう。10年ぶりぐらいにあっちゃんだってさ、生身のあっちゃん見れて、<laughs> あの変態ぶり、未だに健在だなと思いながら。嬉しいしさ。はあはあ 何とも言えないよね。あれだけでも本当に幸せ気分になれたしさ。あのギガジョッキ飲んだじゃないはい。俺、あの、サイボールが美味しかったから、だいたい普通、俺がよく行く居酒屋では、メガジョッキにするわけよ。2杯目ぐらいから。もうイメージのメガジョッキの、あの、約三倍ぐらいあったから。あれ相当でしたよね。超えてたね。はい。だから、 俺のフェイスブックに突っ込んでる人が、リキさんこれピッチャーだよかって言らさ、<laughs> <laughs> 本当にビール、そね、次たすピッチャーみたいなのに、ハイボール作ってたけど、うんうん、あれがさ、俺全部飲み干したじゃん。飲み干しました。いや、うまかったんだよ。もう。あのね、最近飲んだハイボールで一番うまかった。そうなへぇ<ー>もうこれはあっちゃんパワーかな <laughs> あんなでかいかったら、美味しくなさそうに見えるでしょ。はい うまかったんだよ。最後飲みをすところまで美味しかった。結構いいソーダをちゃんと噛んでこうやってココココココって入れてましたもんね。一応ね、私もいつも炭酸強めでっていうわけさ。あの、そうそう。あの、やっぱりこのハイボールはね、酸が決めてでもあるんですよね。あの、ハイボールって言ってるけど、これ酸入ってないってことも多いわけさ。あ、あるるはい。それが大事だから、いつも。 いいねっ思いながら。いや、めっちゃ炭酸も効いてるし。あの、バの空気もまた良かったじゃないですか。もう、それも絶対。あの、いや、作ってるところ見えなかったけど、まあ、あっちゃんのことだから、結構雑談作ってんだろうな、と思って飲んだから、あれうまいじゃんと思いながら。ごくごくごく。ちょっと、レモンも入れてましたよ。気がついたらもう完全に飲み干してたね。いやいや、あれはもう、あっちゃん。 あっちゃんさんはね、いつもなんか、言わないと、あの人たちの普通の作るハイボールはとても強いから。うん。ちょうどよかった。あ、ちょうどよかったちょうどよかった。でもあれを完全に飲み干す俺もちょっとね、やばくないあの量。いや、びっくりしましたよ。それ先生に怒られるわ。今日の、今日のドクター、あの、ま、ホームドクターみたいな方で。はい。 俺が検診にいつも行ってんだけど。はあ、で、まあ、血圧の薬ももらいながらね。はい、今日行ったから。うんうん、見たよ、フェイスブックは <laughs> あればダメだね。<laughs> 60過ぎてあればダメですよ。<laughs> あげなさんって言ってから。怒られたよ。<laughs> 見てたんかいみたいな。いやいやいや。すいません。すいません。そんな感じでしたね。いや、でも全然、寄ってなかったですもんね。 ああ、私は多分ご、ごろんごろん、やっぱ。うん、いや、でもね、あの、2軒目行ったじゃん。はい、はい。あそこでもう、まかったわけよ、カクテルだ。<う>はい。ジントリックうまくて。沖縄市にすごい、はい、いいお店だったね。うん、お店の名前、フォレストっていうのフォレストチェアーですね。フォレストチェアー。はい。あ、フォレストガンプ。 あの、森の中で、ベンチ座って行くってほしいみたいなコンセプト店なのでそうなんだ。よかった。あの店は本当によかった。美味しかった。いい店だったね。いい店だった。カクテルがまためっちゃ甘かった。美味しかったね。よろしければ。使います。一緒に。で、翌日さ、俺、話したじゃない。毎日、10時ぐらいには寝るよって言ったじゃん。俺、あの日寝ついたのが2時過ぎてたわけ。うん 二時超えてたわけよ。これで、俺の体内時計がもう丸狂いしちゃってから。ああ、そういうことあるね。いつもこの時間寝てるのに、この、うん、あるある。よく飛行機の時差ボケってあるじゃん。ありますね。わかる。あの感覚、もう、えっと、昨日、え昨日月曜日。今朝、今朝まで引きずってる。ああ、そうなんだ。そう、引きずるのよ、あれ。いつも、4時、四時前後に起きてたのが、目が覚めたから6時出るえと思って。あるね、それは。はい。 うん、これまた、あの、戻し指定感の時にね、耐えない時を。そう,そうそう。まあ、運動とかしたりしてね、うんババって眠るとか。うんそう、それはおすすめします。<laughs> 私も実は昨日月曜日から夜更かししてしまいまして、うん、というのを名古屋からの中日をいつも応援しに来る姉ちゃんたちがいて、うん、姉ちゃんと兄ちゃんがいて、ドラゴンズの、うん。で、なんかみんなで飲むっていう。うん、で、のの茶炭の居酒屋で飲むんですけど、その後、11時とか12時から、あっ、 開くバーがあってね、茶炭にまた、うんうん、そこに行って、やばい、もう、もう2時過ぎる、2時過ぎるって言って、もう帰ろうか、まあ、帰ろう、帰ろうって言うとあと1曲、あと1曲、<laughs> 1> みたいなのが続いて、最終的に名古屋から来てる姉ちゃんが、<laughs> バタンってもうダメだって落ちて、よし帰ろうって。 書いたんですけど、<何>これ2週間前にも、おまた名古屋中日来てるから、同じ姉ーたちが。<ー>その時は、朝4時5時になってたからさ、う<わ>嘘だろうと思って。怖い怖い怖い。え、そんなの三浜にあるの三浜じゃないんですけど、あの、上の方。あ、うんえっとね、ズけラン交差点の方に、あの、雑居ビルがあるんですよ。 昔ね、キャッスルっていう、ああ、あの雑居ビル。大きいの隣ね。そうそう。あ、あの、あの隣の隣かなあ、あ行ってたところ、その中に、なんか、ケーキ屋キャッスルの上にね。雑居ビル。はいはいはい。あっちなんだ。あそこがね、もう。 癖が強くて。<laughs> 県,県外で聞いてる人はめっちゃローカルな話ですよそう。まあまああれ、茶炭 <laughs> の裏側を知りたい人は紹介しますからね。一応食べ物も美味しいし、なんかね、やっぱ大きな愛を感じるというか、人の優しさをすごく感じる場所なので、癒される、一人旅の人でも癒されると思います。うん、そこの店って何夜中の12時にオープンするのそうそう。この、えー、あ他のところ早くから巻いてるけど。俺無理じゃん、ね、もう、じゃあ。あとその、 私がよく行ってるピッグマムっていうお店はさ、あの人は昼間はさ、あの、なんだっけガーラでさ、あの、なんか、焼き物を教えたりしてるわけ。うん、で、その後、居酒屋さんのキッチンを手伝いして、終わったら自分のこのバーをやる。だから、ずーっと働きっぱなしだわけ、えー。や、やちむんってことやちむん。へ、えー、すごいの。ずっと働いてるから。すごいね。いくつぐらいの人、うん、いくつかな我々、 やがて60、手前かな年齢聞いてる。その人のお姉さんも一緒に飲むんだけど、その人のお姉さんは65歳って言ってたね。元気よ。すごいね。元気,元気だだね、うん。でも楽しい、新しい友達ができてさ、やっぱ人生の先輩でもあるから、うん、昔の話とか。うん 昔、旦那さんと離婚した話とか、<laughs> <laughs> と思ったら、隣にいるおじさんがいて、また65歳の。まあ、見た目若い、うんまあ、若いおじいちゃんって感じ、うん、俺、5回結婚して離婚したんだよな、うん、っていう人がいて、えー、<laughs> それがまた面白くて。<laughs> これはもう、いろんな話聞けそうだね。めっちゃいろんな話聞けた。これ、本当の話ってさ、4回ぐらい聞いたけど、うん、本当さ、って言って。<laughs> まあ、5回離婚ね。 まあ、はあ、懲りないね、言って。俺の先輩にも5回っていうのいるけど、<laughs> 東京でね、お世話になってっる人なんだけど、<laughs> はい,はい、いるんだね、他にもね。<laughs> うん。なんかすごいなぁと思いましたよ。結婚するたんびにあの、また子供そうそう生まれてるわけ、まあうん 4, 4人目までの奥さんとはもちろん作って合計8人。で、5回目結婚した時は、もう相手も50代だったので、うん、そういうのはなしで、なんか向こうにすごくもう結婚してくれて、迫られて、結婚をして、<ー>そして、あの、半年で勝手に別れられたと言ってて、だから僕はね、今、住所不特定なんだ、母って言ってました。<laughs> それで、それであんなとこ飲みに来てんだ。<laughs> はい。 ね、何、あの、サーチが見てても、うんうん、その、男性フェローモンがわって出てるような人なのうん、私は何も感じないんですけど、この人昔かり小座でもし見かけたことがあって、その時はね、<laughs> あの、琉球掘り師っていうタトゥーをあのあー掘る人で結構有名で、うん、もうこの人に掘らせば間違いないとい名か、えー、名を知れた方なんですけど、やっぱアーティストって、うん 絵,絵描きアーティストなんで、な,なんかあの、プライベートが片付くと仕事がなんかね、できなかったり、ね、き気が立たないと、あの、なんか絵が描けないって言ったりね。<ー>だから、ちょっと、わがままなんでしょうね。そういう旅をずっと乗らりくらりしてきて、<laughs> 今住所太くて、ははって言ってました。<laughs> いろんな人と出会ってるね、サちもね。うん、だから私ももうさ、あの、じゃあ分かった。あの、 達筆だし、字も達筆、うん、絵も、もう竜なんて、うとうの登なんか滝登りとか書かしても、うん、もう、もう彼に、このお,おじいじいからしたらね、この壁とかすぐ出か、キャンパスに見えるんだぞ。<ー>もうすぐお店の壁とかに書き出すのね。<ー>で、だから、ちょっと待ってって、こういうの、あのー、寺とかさ、あのーうん、あるじゃないですか、そう、ご朱印とか、うん、ああいうとこで、もう書いてご朱印して、いう、仕事してきたらって言っては見たんですけど、 お礼にできるかなって言うんですよ。まあ、65歳だけど、やっぱり若いんですよね。向上心も常にあって。芸術家なんだね。芸術家なんか、不思議。<ー>僕は今、駅舎の勉強をしているんだって言ってたんですけど、<laughs> 私それまた意味がわかんなくて。<laughs> あ,あまた新しい、駅舎後で調べとくね、つって。占い,でしょ占い師、占い師。街にいる。 いろんな人いるね。うん。んいくつになっても勉強したいって思いが強い人って本当素敵ですよね。そ <laughs> うそうだよね。本当、うん、そうだなと思う。そういう人生経験豊富な人は、うん、行き着くところは売られ、占い師なのかな。う <laughs> そうそ <laughs> でもなんか若い時もねう、手相占いで全国は回ってたと言ってて。ええー。うん。だから初めてやった時は、この手品が上手あくさまだ手品も上手だから。 言葉のこの巧みな技があるんでしょうね。うんうん、物腰柔らかい硬質で、うん、なんかこうやって、で、手相も見てみようかって。うん。やっぱり、なんか、私は全然わかんないんですけど、うん、言われてるよ言われてることが当た,当たってたり。で、それはもうやっぱ巷で有名になったりしてね。<ー>うん。 でもやっぱりもう、あんまり見たら疲れるからもう終わりとか、<laughs> まあ、わがままで終わっちゃうっていう。<laughs> 面白いね。<laughs> まあ、そんな感じでみんなとすぐ友達になるような人だから、うん、あの、俺はもうお金ないから帰るよっても <laughs> じゃあ、私たちが払うから飲んでいけよ、みたいな。僕が払うよとかさ、うん、やっぱみんなから可愛がられるんですよね。その天才だなとは思いました。だからね、うん、そういう人っていうのはもう、あの、人生さ、うん、俺の人生最高だったって死んでいくんだろうな。 ねえねえだってもうやりたいことをすべてチャレンジしてきたような感じじゃんうんだからさそれでもさやっぱりなんか神様に一応時々問うらしいですね神様に「僕の人生はこのままでいいんですか?」って聞いたりするんだよなとか言うんですよ面白いねっていって「まじんだね」って言ってわあ面白いよなるほどね はい <laughs> じゃあ一旦 CM 挟んでね、はいはい、後半お届けします、はい、いや面白いね, <laughs> 白ねえ絶対ねあのそういう人っていうのはあれだよもう悔いなく死んでいけるよ <laughs> だってやりたいとこととか我慢しないでやってきた人間で多分ね、うん、あこんな結婚もさ一生で一回も結婚しない人もいれば、うん 信じない。本当に信じない。この話聞いた時に大爆笑してしまいましてね、私は。で、このだ5番目に結婚した女は見てみたいっ,って。うん、中野町のどのお店に行けば会えるのって言ったりとかして。いやね、今もママ、あの、スナック業やめてて,っって。うん、なんか健康器具の社長やってるんだけどって言って。<laughs> なんか僕はお金がないけど結婚す。 お金ないの勝手に結婚するって言ってて、うん、じゃあ僕は一日二三千円僕にくれたらいいかなっていう話とか、<laughs> <laughs> こんな人いるみたいな。最後はヘモなってんだ。ヘモ。<laughs> 面白い人生だな。<laughs> 最高だな。<laughs> いや。絵描いてね、絵描きとしてもう世界回って龍と龍描いてけば。 お金になるから、うん、頑張れ、頑張ってよでも、うん、あのさ、この、この人の人生、まあ、うん、今生きてるさね、まだね、うん、この人の人生と、あのお、もう世界で有名な億万長者だった、あのスティーブ・ジョブズの人生と、うん、もしスティーブ・ジョブズがね、うんうん、この人の人生の話聞いたら、うん、すっごい羨ましがあると思う 自分はもう仕事ばっかりやってお金もいっぱいあるんだけどやりたいことをやらず行きたいところ行かずで癌になって死んでいったじゃん。が、うんガンだったんだ最後、うん。死ぬ直前にやっぱりスティーブ・ジョブズが言ってたのは、うん、いくらもうあの億万長者でお金がいっぱいあっても、うん、僕みたいな生き方は不幸だって,って、えー、それはみんなを幸せにしたことだから こう彼自身は不幸と思ったとしても周りを幸せにしたから次生まれ変わった時はきっとこの方のような人生が待ってますよ <laughs> いやだからあの何て言うの家族旅行とかさ家族旅行も行かしてあげれてないしいます子供もたちとも思い出とか作ってあげれてないし、うん、もういろんなだから後悔しかないっていうわけさ。 へうん、だって世界,世界遺産を見て回ってもいいしあのいろんなアドベンチャーの体験とかさ、うん、そんなこともいろいろやりたかったっていうことだわけど結局は。それをやらないでお金だけ残って死んだいった死ぬ自分はもう不幸だって言って。 そうやって死なくなっていったんだよね。うん、もうそうやって思った時はもう体がボロ癌でボロボロな状態だったから、うん、もうその時点では何もできないじゃん。はまあそうそれを語ってなくなっていったスティーブジョブズ。メー,ール来てるので僕の方でやめましょうね。はい、あ,あいつもの。 全然コメントもう文字がちっちゃくて読めてないけど昔、片木の職人ってどういう意味ああ、堀市の方じゃん。堀市の。片木の職人ってどういう意味ですか普通の仕事ってことん何クザみたいなこといやいや。いや、もう古くからのそうそうそう、職人って感じだよね。はい、じゃあマイクマーます。 はい、どうもーです。深呼吸をお届けしてます。はい、まあ、CM 入る前にね、いろいろもうチャレンジした方がいいよって話したんですけど、うん、あの、なんかメールもね、いつ来てるみたいなんで、キャンクお願いします。はい、えっ、ー、と、FM ギノ能ンに出会えて、えー、幸運だと言ってくださっているバウハウスさんからのメールです。おいつもありがとうございます。ますえー、グッドイブに、えー、5キロ痩せたリッキーさん。いやいやいや。 お久しぶりです。<laughs> <laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。えー、オリンピック競技に採用されたブレイキンもこなすキャンさん。えー、僕はブレイキンは、あのー、<laughs> ごまかしはしますけど、まあ、踊れないです。え暑、ー、い今、兄弟が、えー、テナント出店と暖房機器をピカピカにしなくてはならず焦ってます。暖房機器はい。プロ野球キャンプスタートで、ね、えっと、ちなみにジャイアンツキャンプの近隣で、うん。アグー食べきりサイズを、えーうん、先輩が出店。えー、ぜひお試しをということで ええー、セルラースタジアム。いいっすね。うん、去年は、えー、経済効果75億円だったらしいです。ああ、キャンプのね。はい。えー、話をわり、<laughs> キャンさんに質問。ある動画でこのアカウントダダ漏れとか不安を煽る動画やたら多い。再生数稼ぎということで、真意はどうですかってことなんですけど。ああ、はいはい、はいな。なんかそういうので不安を煽って自分のサービスに持ってこようっていうの結構ありますからね。あるある。あんまりそういうのは気にしない方がいいです。そう。 だからね、うん、ああいう SNS とかインスタをバズらそうと思って、あの、もう最近はもう、毛が、なんちゅうかな、あの、厳しくなってんだけど、うん、最近逮捕されたのが、あの、吉野家の牛丼の、うん、あの、何、えー、紅生姜をガツって食べてる人が逮捕されたさ、はい、もうあれ実刑でもね、2>, <け>2年、2年何ヶ月。吉野家の、 このええー、と、紅生姜って、おあの、ご自由におとりなのそうあ、あれから、うん、そのまんまもう、放置で、自家、えー、橋でこうやって食べてるのを動画でアップして、ええ、で、これを友達がもう、あの、なんちゅうの出しちゃってさ、配信しちゃって、うん、で、もう、 まあ、えー、威力業務妨害という形で、吉野家も訴えて、うん。そうだよね、そういうことをしただけで、吉野家行きたくないなって思って、株価が暴落するでしょそうそうもう、ららら何千万、何億円の損失かっていうのもあるしね。ねまあ、あの、彼はね、別にまた、なんか大麻も所持してたみたいで、だから、ダブルで合わさって、もう、 あの、普通は、なんていうの執行猶予。猶予がつくと思うんだけど、はい、もう完全にもう実刑判決。2>, 2年何ヶ月かね。はい。初の実刑判決らしいですね。うん、執行猶予らしい。でもさ、もう本当に厳しくしてほしいよ、あれの。はい、ああいうのがさ、だから、あの、SNS でバズらせて、はい、YouTube とかでバズらせて、それをお金に変えるっていう、うん、この発想で考えて、うん、刑が軽かったらさ、 何ぼでもやるよみんなや,やる人増えるからさ。いや、なんで学ばないんすかね、うん、あんなに去年大変なニュースになってたのに。バカだよ、ほんとに。う,ん <laughs> うなんて言うかな。あの、こんなことやってさ、人生棒に振ってるよね。ですよね。うん。普通に生活していけないじゃないはい。 どっかにもう就職してさ、頑張ろうと思っても、はい、過去にこんなやった人間か、ね、みたいなね。<ー>んそうだな。<laughs> この悪ノリって怖いね。うん、いや私もやっぱ16歳の高校生の息子がいるので、うん、どんなことがあっても悪ノリだけはするなって、<laughs> また来週行った時に、うん、そっちをちょっと中止に。 教育していこうと思います。まあ、あやらないとは思うけど、<laughs> そんなのわからないからね。だから、まあ、前半に話したけどね。はい。あの、広く浅く友人はたくさんいた方がいいよって言ったけど、<laughs> うん、でも、こういう悪ふざけをする友人がいたら、はい,はいはい。あの、なんちゅうかな、うんうん、えー、煽り事故っていうかさ、そう,そう,そう自分まで巻き込まれる。巻き込まれるのよ。だからね、うん、やっぱ息子もさ、今こうやってグループで活動、あ、活,活動ではないな。 えっと、ストリートっていう動画を撮りに行こうってやってるんですけど、うん、最近この渋谷区に、うん、えっと、スケボー狩りっていう、本当に怖いおじさん、ヤクザの人たちかなんかわかんないけど、えー、このスケボーを持ってるだけで捕まえてボコボコにされるっていうのがもうちょこちょこあるらしくて、<ら>そう。で、僕の、なんか、あの、SNS の沖縄出身の先輩もやられてたって。うん まあだからこういうのがあるからやんないでよって。で、警察からもなんかスケボー持ってるお兄ちゃんおいでって言われて、うんうん、もうそういうスケーター上がりが今多発してるから、道玄坂っていうところには近づかないでね、とか。で、そっかって、じゃあ気をつけてよって言って、あの、しばらくはじゃあスケボーパークに集中して頑張ってねと、<laughs> うん、とか言いながら。で、やっぱり一人、あのグループの中で一人だけね、うん ふざける子がいるんだって。<ー>そう。で、その子だけを、やっぱりね、真面目にやりたいから、みんなで、あの、みんなやっぱこの子が邪魔するから嫌だって言ってね、うん、前に進まないって言って、うん、あの、誘わないんですって。うん、でも最近の子たちって、あの、アプリ、位置情報アプリを交換してるから、誘わなくてもこいつ来るんだよなって。<laughs> で、そして悪ふざけして、あの、思い通りに計画が進まないって言って、うん、そういう時って、 どうするのかなーって私、あの、親、大人としてどうアドバイスしていいかすごくわからなくてね。こういうの難しいよね。これ、これも学びですからね。どう対処するのかっていうのうね。やっぱりあのーあのー、逃げ、逃げることも大事ですさ。うん、そういう <laughs> なんか弊害があるような人が。 周り見たらさ、うんうん、そうやって避けて、いけるっていうの、うん、とても大事でしさ。うん、うん。まあ、ひふみさんが言、まあ話し合いもね、そうそう。大事だしね。そうそう。話し合いとかがね、うん。ちゃんと全員で集まってミーティングするからですね。うん、ね、そうだよね。僕たちはこういうことをしていきたいから、うん、君のその行為は、えっ、ー、と、僕たちとしてはちょっと困ると。 そうだよね。そういうことはやっぱり言うべきだよね。はいうん、こういうことされると困るから、うん、あのー、じゃあそういうふうにしたいなら他のところでやってください。っていうふうに言うしかない。だよね。なんかやっぱまだ、ほら、若い16歳だから、うん、そういうやり方がわからないんだはずね。うん、そうだね。ミーティングみたいなのをした方がいいっていうのをじゃあ、お伝えしたいと思います。そうやってね、<laughs> それもまた一つの勉強だよね。勉強だよね。だってだだ、小学校の時、しょうもないことでよく喧嘩してたけど、やっぱね、うん どん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 しょうもないことでは、もちろん喧嘩もしないし、うん、ね、今でも大人になって喧嘩する人って何だろうなって思ったりもしますけどね。<laughs> まあまだね、あのー、クオンクも若いから、はい、これからさらなる障害がいっぱい出てくると思うんだけど、はいねね、まあそれの一つのステップとして、はい、ね、若い時にこんなことあったけど、みんなで話し合って乗り越えた。はい また何かあって、これを乗り越えた、うん、クリアしてきたっていう、そうやって、まあ人生いろいろ経験してね、<ー>学んでいくわけだからね。でしょうね、うんなんか。まあ、私もそういうのは経験してきたつぼいだけど、忘れちゃうんですよね、嫌なことは。<laughs> そう。忘れるしさ、大人になるとさ、<laughs> んなんちゅうかな、諦め癖って、 ってつくのも良くないって、うん、最近よくあ,<ー>あるね、うんえー、すごい、あの、講演家の人で、うん、この方は、あの、周りがね、どうせお前なんかできっこないよ、お前は無理だよって、担任の先生からも言われながら、うん、いや、俺はもう絶対これ成し遂げてみせるって言って、あの、ロケット開発した人がいるわけよ。うん、もうこの人のあの、講演がね、めっちゃくちゃもう、うん あの、心に響くっていうかさ、はいう、有名なもう講演家になってるわけさ、うん、テッドにももう出る勢いなくらいのね。で、うん、この人の、まあ、ざく、時間がないからざくって話すけど、うん、例えばあの、この人のあの、講演の中でも言ってるけど、うん、あの生まれた時って人間ってさ、はい、あの、まあ、みんな平等に赤ちゃんじゃん。 うん、<laughs> みんな赤ちゃん。相当掘り下げて戻るんだけど、うん、赤ちゃんの時って、あの、ハイハイしながらとか、まあ最初、寝返りも打てなくて、うん、親が寝返り打っ,て寝返り打ったよって喜んで、うんうん、で、ハイハイするようになって、うん、で、ハイハイから掴み立ちやるじゃない。うんうん、でも、あの、赤ちゃんってしょっちゅう失敗して転んだりするけど、はいはいうん 諦めないじゃない諦めない。諦めないから、うん、あの、掴み立ちして立ってるようになって歩けるようになっていくさ。うんうん、で、なんでかってら、うん、赤ちゃんは諦めるっていうことが分からんわけ。<ー>分からないから、<ー>どんなに転ぼうと、うん、どんなにね、大変だなと思っても、寝返り、<ー>うまくできたりとか、っていうのを。だからだから それはさ、逆に言えば、だんだん、あの、成長していくさ、小学生とか中学生、大人になるにつれて、諦めることを覚えちゃ、覚えてきちゃうわけよ。どうせ無理だろうとかね、できないとか。でも赤ちゃんの時っては、ま、これがゼロだわけだから。そっかそっか。どうせ無理だろうとかできないっていうことも考えないし。 周りが、どうサポートする、うん、関わることによって、あの、諦めなきゃいけない場所は諦めるとか、うん、例えばね、お母さんにダダこねてずっとこっ、うん、これ買って、これ買って、うーん、今日はこれ買わないよ。諦めない子もいるわけよ、そうここは諦めるべきじゃないですか。<laughs> <laughs> だけどや、テストのテスト、テストの点数が、みたいなのは、諦めないでの、どんどんやればできるよっていうところを、やっぱり、見極めてね、アラフォー出して。 だから、なりたい自分、自分の目標とかができたら、うん、まあ、大谷選手もそうだけど、うん、まあ、例えば、クォン君も今、はい、あの将来に向けて目標があって、はい、で、諦めなければ、まあ、そこにたどり着くっていう可能性もあるし、うん、途中で諦めたら、もうそこいけないわけだし。けない。だから、あの、なんちゅうかな、この、事業を成功した人が、うん 言う言葉も、はい、みんな同じようなことを言うわけよな。な、どうや、なぜ成功したんですかで、孫さんとかでもみんな同じようなこと言うのは、うん、あの、やり遂げるまで諦めなかったからって。ただそれだけっていう。シンプルなんだけど、実際そうなんだよね。成功するまで諦めなかったから、今の成功があるんだみたいな言い方するんだけど、確かにそうなんだよね。 成功するまでやめないうん、うん、諦めないっていう、うん、まあシンプルではあるけどこれがだからあのできる人とできない人がいたり<ー>で途中でいろんな言い訳をして、うん、お金がない時間がないなんとかなんとかっていう言い訳をしてやめていく、うん、諦めてしまうとかね、うん、そういうことのそういう,そう,いうなんていうかな変な諦め癖とか。うん どうせ無理だろうとか。うん、あの、で、に、日本人の悪いところっていうのはさ、はい、あの、あれがあるみたいなんだよね。あの、島国だからかなんか知らんけど、うん、あの、ど、同調圧力じゃないけど、みんな、みんな平等の方が安心するらしいんだよね。日本人って。あの人もやってるから、自分もこれやってるとか。で、それを、あの、抜けるじゃん。うんうん、成功したりとか。はい あの、ええー、まあ、突出してね、金持ちになったりとかしたら、うん、もうひがみねみだわけよ。で、引きずり下ろそうとしたりとか。ああ、これは、日本人だから特有なんですかそうらしいんだよね。<ー>だから、あの、人の失敗っていうのを喜ぶじゃん。うん、あの、表に出さなくても、うん、しめしめ、いい早さとかさ。うん、うん。だから、 人が成功したら、チェ、みたいなね。うん、こんなのも、だから、意外に日本人ってあるらしいんだよね。うん、まあ、どこの外国か知らないけど、うん、すごい称賛したりとか、お、すごい、おめでとう、っつってね。そういうあの国があったりとか。<coughs> まあそういうことって寂しいではあるけどね,寂しいねだからあの SNS とかでもそうだけどさうん、うん、やっぱりいいことがあったら応援していいねってやったりとかさそういうのはあの普通にやっていいと思うし何も恥ずかしいことじゃないし。うんうんうん 普通に応援すればいいと思うんだけどね、うんなな。それをさ、あの、なんかリア充に見せてるとかさ。うん、だからいいねしないとか。<う>な,な,なんかあの、まあ、そればっかり上げてるのは、なんか嫌味っぽいのもあるじゃん。もう、あのね、女性とかでブラウンドボンばっかり見せつけて、プライベートジェット乗ってるわよとか、高級なシャンパンばっかり飲んでて、もう、うん、きらびや、 な部分だけをこうやって見せつけてるのはもう、うん、確かに嫌だったり、うん、いいねしなくて遠ざかる人も多いと思うんだけど、うん、そればっかりじゃなくて、うん、たまにはもう、あの、失敗もあったり、うん、あの、成功もあったり、うん、なんか、こう、バリエーションがあってさ、うんうん、たまに、あ、こういういいことがあったって言ったら、まあ、称賛すべきだと思うんだよね。うん、ましてや、あの知ってる人だったらね。うん よかったね、いいねって言って、やるべきだと思うし、俺はもう普通にこれはやってる。で、そう、やらない人は、なんか、うん、あの、かわいそうだなって思ったりする、俺は逆に。うん、なんか、あの、なんていうの、えー、大変なのかなとかね。ね、ゆいゆい。悲願でるのかなってな、ね、思っちゃったりするんだよね。なん なんか、不満があるからこうなるんじゃないかな。うん、うん。じゃ、そんなの分かってるんだったらね、本当は自分でしか自分を治せないから、うん、なんか、昨日よりあ、まあ何でもない一日もいい一日にするのは本人次第ですもんね。うん、確かに。まあ、そういう人いる、いるかもしれないね、周りに。ただ、そうだね。 そういう目で見ると SNS やるの怖くなってきた。<laughs> いや、普通にや、普通にやればいいんだよ。ああ私はいいねしてるけど、なんであの彼女は私にいいねしないんだろうとかさああ。あるよもしかして私はこういうふうに思われてるんだろうかとか,さか。いや、あの、こういうのだからどうでもいいと思ってる、僕は。うん、<laughs> あの、いやそ、その代わりうん、うん、向こうは、あの、いいね、俺にしないけど、うん、で、向こうがいいことあって、 楽しいことやってたら、うん、俺はいいねやるよ。だよね。いいね、入れなくても俺は入れる、うん。まあ、見たらいいねって押すよね。<で>あの例えばの、ど、うん、フェイスブックもそうだけど、あのインスタグラムも。あの四六時中見てるわけじゃないから、全員のいいねはできないわけですよね。うん、パッて開いた時に、お、ピ、ピ。 ピッピッって5個ぐらいはやってるけど、あとはもう見てない。だから、これちょっと気になったりしますね。大丈夫かな私もっといい。探して、検索してでもいいねしないといけないなとかいやいや、そこまで自然全然自然でいいと思うんだよね。無理してじゃなくて、もうナチュラルにそれは、ばって目についたら、あ、いいねとかって言ったりとか、そういうふうにしていたら、 逆にこうパワーもらえるんじゃないかなって俺思うし。そうだよね。やっぱこの、うん、特に表に出る仕事の人たちって、うん、私は別に何とも思わないんですけど、うん、いいねもらえなかったら、とてもシュンってなる人たちがいるんですよ。うん,うん。だから、あんま関係ないな,な。これアーティストの人たちだけなのか、まあそれ全員ではない。なんか本当に一人いる、一人いるんですよ。<ー>なんでお前らいいねし、いいねしない <laughs> なんで怒ってるの多分ね、そういう人っていうのは、あの、人と比較してるからじゃないか。あ、そうか、比較した、するね別にもう比較とか俺関係ないからね。なんで、そうだよね。なんか、唯一無二の何かを目指してるんだったら人と比較、比較してる場合じゃないよね。自分の日記として、ブログ的な感覚で俺、あの、フェイスブック曲げてるから。なんでかって言ったら、一年後とか数年後だったら、あの、 二年前の今日こんなことがあったよねって出てくるから嬉しいわけよ。ああ、そうだって思い出してさ。うん、だからそういう自分の、なんていうかな、もう残したいがためにやってるようなもんだから。うんうんそ,うね、そう、そう思ったら。 あと2年後、自分はどこにいるかなっていうワクワク感も生まれますよね。もうあっという間にね、はい、あの、お時間となりましたけど、はい、あとね、40秒ですけど、皆さん本当に今日も、じゅんじゅさんもね、ありがとうございました。はい、ありがとうございま中本さん、ひふみさんもね、ね皆さんありがとうございました。そうね、新しい人からのコメントも、はい。ありがとうございます。ね、えー、まだ、あの、<laughs> FMG の1のビースタでね、お届けしてますけど、うんうん 今、FM 議論は工事中です。はい。<laughs> あの、完成したら、エースタでね、お届けしたいと思いますんで。ねはい、多分、ツイキャス見てる人はね、普段の、うん、あの、景色が見えないから、ね。景色が違うなと思ったかもしれないけど、うん、えー、あとしばらくね、あと2週間ぐらいで完成かなはい。うん、っていう感じなので、うん、えー、また来週はね、えー、キャンプの最終情報みたいなのもね、お届けしたいと思います。うんうん、はい。それでは、皆さんまた来週、お会いしましょう。はい、さよなら。バイバイ。